連日の猛暑は今日も続き、全国的に朝から強い日差しが照りつけ、気温が上がりました。関東各地では38度を超える猛烈な暑さとなりました。今日の最高気温は群馬県館林市で38度4分を観測したのをはじめ、茨城県大子町で38度3分、埼玉県鳩山町で37度5分まで気温が上がりました。東京でも練馬や青梅で35度9分、八王子で35度4分、東京都心で33度3分となりました。東京消防庁によりますと、午後3時までに熱中症で救急搬送された人は54人です。気象庁は高温注意情報を発表して、水分をこまめに取ったり、冷房を適切に使うなど、熱中症に注意するよう呼びかけています。